スイッチと呼ばれる前、一番最初の時ですね。それはやっぱりいろいろなハードチームがこういうハードがあります、こういうハードがあります、こういう機能がありますと話を始めたことがスイッチの一番原点だと思っています。ソフトウェアの開発者でしかもコンソールなんですが、今回のチームはさまざまな、セクションからチームが若い人たちが集まってきて、その中にはコンソールではなくてその携帯ゲーム機のデザイナーがいたりとか、さまざまなやはりそのポテンシャルの違う人たちが集まって、その人たちとそのミッションの中で会話することで、今まで別々だったかもしれない考え方をかなり一つの中に入れて、今あるべきものは何だろうかって考えることができたのはすごく新しいスイッチだったんじゃないかなと思います。こう長い期間ちょっと時間をいただいてですね、今ゲーム機ってどうあるべきなのかってことを考える時間をたくさん持ち、で先ほど話があったような、いろいろなハードの提案や、例えばこういうゲームのソリューションがあるということを、いろいろこう選んでいったといいますか、ミックスしたり、それを外したりというそういうことをしながら、やっぱり今の人たちの、生活環境に合ったゲーム機って何だろうっていうところに割とこう立ち返って、いろんなものをまとめていって、スイッチという形、 NX からそれが具体的にスイッチするという形に、なっていったんだと、思ってます。やっぱり最初から持ち出せる据え置き機に必要な機能は何だということとか、やっぱり任天堂が今まで大事にしてきたお客さんが満足するものと、それとやっぱり例えば Wii の時に遊んでくださったお客様がもう一度帰ってきてくれるにはどういうものを作ったらいいかみたいなことを考えて、総合的に今のスイッチの形になっていったということですね。やっぱりこう据え置き機であることからこう持ち出せるだけではなくて、コントローラーが今回は2つついているということは非常に大事なことだと我々は思っているんですね。昔で言うと NES の時代からで時代はコントローラー2つついていて、隣にいる人とすぐにこうコントローラーを渡して2人で遊べるということができたので、やっぱりこれをしっかり復活したかったというのが、まあ、我々の一番最初の思いではあります。あとハードだけじゃなくて、実はこのカラー赤と青のカラーにもこだわりを結構持ってまして、ワントゥースイッチと同時にいろいろ考えていったんですが、やっぱりグレーのコントローラーっていうのはそれなりにゲームが好きな人向けにグレーのコントローラーを作っていたんですけど、やっぱり任天堂スーパーファミコンの頃からカラーを大事にしているので、ワントゥースイッチではぜひこの楽しそうなカラーで遊んでいただきたいというものもあり、赤と青のコントローラーをつける、最初の基本セットにつけることを決めました。そこが外れるということはかなりこだわりましたよね。かなりこだわりましたし、さまざまな苦労をそこでもしたんですけれども、もう一つ大事にしたかったのは、2人で遊べるということはもちろんそうなんですが、これをやっぱり一つにしたときにしっかりしたゲームを遊べる、ちゃんとキーレイアウトができていて、体験を落とすことなく、デザインすることはすごく大事だったと思って頑張りました。この小さなジョイコンの中にどれだけの機能が詰められるかっていうのは、まあそれは技術的ないろいろな戦いもありますし、言ってしまえば どれだけコストがかかるかという戦いもあると思うんです。その中でやっぱり HD 振動っていうのはすごく分かりやすい、ただの振動ではなくてもう感触が伝わってくる精度の高い振動ですので、演出で使うことはもちろんそうなんですけれども、触ったことがあるものを再現することができる、まあ、ある意味バーチャルリアリティだと思うんですが、それを使うことによってゲームのデザインをすることができるということが、実際ハードとソフトのチームが一緒に試行錯誤しながらやったりとか分かってきて、でその中でこのデバイスを使って遊ぶものの中で一番顕著なデバイスをこれいっぱい積んでるんですけれども、具体的に使うソフトを決めないとこれの価値ってやっぱ人に伝えられないので、やっぱり例えばここのモーションアイロカメラを使ってイーティングをするとかっていうのは両方によって良い結果になったと思います。ハードウェアの価値が伝わって、その使い方や
使いやすさをシステムの方で考えたり、ゲームの方もそれを受けてさらに深いゲームを遊ぶことができるようにしたりとか、両方の相互作用があったと思います。